フェベです。バイダンです。フェベとバイダンチャンネルでーす。ご視聴ありがとうございます。コメントにですね、2日3日間ぐらいパーク行ったら、トイマニの人とかから、なんか何回も乗ったら、なんかいつも来てくれてありがとうございますみたいなお声掛けしてもらって、ディズニーがさらに好きになりましたって、あ、いいですね。あったんですよ。いつもご視聴ありがとうございます。違う違う、固定ファンがイコールではないから、ずっと固くなりました。それがそうではないから、すごいぞ固定ファンが。来年のバレンタインが楽しみだ。ホスピタリティですから ね、 ね、よろしくお願いします、はい、本日の企画がですね、はい、もしあの時そんなことしてなかったらうまいこと言ったのにランキング。あ、コンパとかの話ってこと？違います、違います。マジそうよね、これね。違います、違います。あの時、あの気遣いの一言言えてたらとかじゃなくて。じゃなくて、連絡先を聞けてたらじゃなくて。何？じゃなくて、まあ、第3位をまず言ってからどういうものなのかをこう把握していただければというふうに思いまして。はい。まあ、さっき言った通り、もしあの時そんなことしてなかったら、うまいこと言ってなかったランキング、第3位は、シュガーラッシュでラルフが別のゲーム行かなきゃよかったのに。ちょこれやめよう。この企画ダメだ。終わり終わり、もういいよ。別のやつにな、マジで。マジ別のやつ見たらいい。終わった終わった。いよいよじゃん。お前と作家に任せるんじゃなかった企画会議を。終わったわ。そんな元も子もないもん。これは作家の丸山なんで。そんなのさ、元も子もないじゃん、はい、シュガーラッシュでラルフが別のゲーム行かなきゃ、あんなことにならなかったのは、そうじゃん。難しいんですよ、これ。いっぱいいろいろ案は出たんですけどね。アナが一目惚れしなきゃよかったのに。だから。あったんですか。ウッディがあの時、そのペンギンを見捨てればよかったのに。だから。あったんですけど。おもろい、その、ラルフが他のゲーム行かないで、マジやなって言ってる2時間おもろいか。そしたらこう何も起きずにゲームはこう進行されてたんですよね。ハッピーエンドもないわけだから、それ言ったらさ。いやいや、でしょ。そうしたら平穏だったわけですから。いや、ラルフがこのモヤモヤ抱えたままだったじゃん、あのゲームで。意味わかんないゲームで。なので3位です。やっぱモヤモヤ、ラルフがモヤモヤ抱えちゃうっていうので。まあよくなんのね、こっからじゃあ。そうです、そうです。その第2位からもう本当にもうみんな平穏、平和、もう平和そのものを味わえてたのに。ごめんなさい、ちょっと食い気味でやめやめって、ちょっとごめんなさい、はい、すいません。第2位がですね、カーズの運転手のあの車があの時寝なかったらよかった。もういい、もういいよ、お前。もう何なんだよ、よかったのにって。それよかったのにって何なんだよ。さあ、名前ちょっと忘れちゃったけど、あの彼がね、あの時居眠り運転しなければ、こう無事レースも出れて、こう無事こう何も起こらず終わったんだ。何なんだよ、その無事にしてどうすんだよ、全部無事にして。なんか俺はこの企画はあれかと思ったのよ。なんか例えばなんか、なんだろうな、あいつがいたから、うん、だからこのいい結果が生まれたみたいなことを言うと思ったのよ。はいはいはい、違います。そう、トイストーリーのあのバネの犬みたいな、うん、あいつがいるからいろいろ助けたり脱出できたりする、うん、したんだよっていうのを言うのと、影の功労者みたいな、ね、みたいなこと言うと思ったら、違います。あの時あんなことしなければうまいこと言ったのにランキング。マジ、じゃあコンパの話しようよ、もういいわ。1位聞いて。じゃあ1位はもう本当にそうだな、本当にもうさっき言った言葉嘘じゃない。これがなければ本当に全てが平和だった。だからお前が言いたかったらこの全て1位ってことね。そう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 、2位、3位はお遊びと思っていただいても構わない。そう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 、はい、第1位のあの時そんなことなければ全てがうまいこと言ったのにランキング、第1位が美女と野獣で王子が魔女を追い払わなきゃよかったのに。もう深夜に打ち合わせするのやめな、お前ら。もう深夜に打ち合わせするのやめよう。早く起きて昼ぐらいに熱いコーヒー飲みながらやれ。あの時ね、王子が優しくしてればバカじゃん。もう怒らない。あの時優しかったら何もないよ、本当に。横暴で、その野獣にされて横暴なのが丸くなってくのがいいのよ。最初から丸いところにベルいかんよ。そしたらみんなこう野獣に変えられることもなく、うん、その毎日パーティーして楽しかったんですけど、野獣があの時ね、追い払わなければ。ま、え、映画とかあんま見たことない。もしかして。
あんま見たことない。惜しかったですね。マジって根っこのこと言ってるよ。あー、タイタニック割れなきゃよかったのにって言ってる。そうだよ。そういう話じゃないから。みんな思いますよね、映画見てて。いやさ、お前そんなことしなければっていうのは思いますよね。いや、思ってて、全部根本すぎるんだったよ。根本すぎるのよ。アイアンマンもね、トニー・スタークが兵器開発をやめなきゃよかったいや、いいんだよ。やめて、グッと来ただろ、記者会見のシーンとかで。俺が、私がアイアンマンだで。グッと来ただろ、なんだよこの企画。いや、俺初めてだわ、企画にこんな声荒げたの。お前なんだよこれ、10本目にして、本日10本目の動画にして変な動画撮ってるぞこれ。っていうようなランキングで、やっぱりまあね、惜しかったですね。本当の平和っていうものはそこにある気もします。これでもう全部出ました。そのなんかギリギリ落選みたいなあります？ありますよ。何？他にもギリギリ落選したもの、うん、アリエルが地上に行きたくなければよかったのもうあります。お前歌わんぞあの子じゃだけど足りないとか歌わんぞそしたらっていうのもありますね。やっぱりいいわそんなもん全部言えるじゃん。シンバが外に興味持たなきゃよかったのにとかも出てくるだろ。あ、それもありますね。あのジャスミンが王宮の中にいればよかったいやいいわあります。いいわ、虎と遊んで終わるぞあの子一生ありますね。やっぱり何なんだよもう、全てはミスから始まっちゃってますから。いや、あ、まあそうか。ちょっとだけ今ので納得できたわ。そのミスからスタートは確かにあとは思う。そうそう、マイナスを取り戻すがちょっとやっぱ傾向として多いんで、マイナスないのが一番です、ね。まあ、普通平和に過ごしてたら悪がやってきて、なんだこの悪だったら分かると。そう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 、これがポンって転んで膝すりむいて行って、そうそうそう、薬局行こうって言って薬局行って違う薬もらってめっちゃ腫れちゃってみたいなのがバカみたいだよねってこと。そう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 、だから野獣があの時追い払わなきゃよかったんですね、ピザと野獣は。いや、ほんで、マジちょっとしか出ないからな、あの作品。そうです。いい、あと手から見守ってくれて。いや、もういいわ、もうこれっていうような、あの時、あの時、そんなことしなければうまいこと言ったのにランキングでした。また明日の上でお会いしましょう。また明日。丸山さんもちょっと休みなさい丸山さんと大笑いしたんですけど、ズームで。いや、おもろいよ。何事かと思った、マジで。久しぶりにフリートーク会なのかと思った今日あったね、そのだから2のね、あのウッディのあのシーンとか、ウッディがこう見捨てればよかったんですけどねとか。でもあれはしょうがないか、売られそうになっちゃったから、あれはしょうがないかとか。しょうがないとかじゃないんだけどな、あれはしょうがない、あれはしょうがないとか。いいよもう、いろいろ言い合ったんですけど。何なんだよこれ、元も子もない会全部ありましたね。やっぱでもピクサーよりはどちらかというとディズニー作品の方が多い。俺らも将来思うかな、NSC 入らなきゃよかったのと。そう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 、一緒です一緒です。それと一緒じゃねえよ、早く切れカメラ、恥ずかしい今映ってるのいや一番当たり会のはずなんですけど